ハローワールド、メジャー YouTuber、ザ、耳からピーナッツ、オパキューです。あ、オパキューです。Today は、秀岳館高校野球部の変な伝統。変な伝統って、どこにでもあると思います。今日は、オパ世代の秀岳館高校野球部の変な伝統、学校生活編をお届けします。あくまで僕らの代のお話です。今日は6個お話ししていきます。では早速、1つ目。体育祭前五輪。もう名前の通りね。1年生が体育祭前日にみんな五輪にするっていう謎の伝統。体育祭は9月にあって、まだバリ暑い時期に一日中そうじゃないですか。めちゃくちゃ日焼けしますよね。その中、五輪ですよ。五輪。一日中太陽浴びて。まあ、熱中症はまあ大丈夫でしたけど、体育祭の数日後に、頭皮がめくれてくるんですよ。日焼けしたらこうめくれてくるじゃないですか、皮膚が。それの頭皮バージョンがあって、もう学校でみんなでこうめくり合うっていうなんか謎の変な遊びをやっていましたね。まあ、懐かしい伝統っすね。いらんくねっていうような伝統なんですけど、まあ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 。いい思いですわ。今あるかどうか知らんけど。はい。で、二つ目。登下校は、門から。これさ、当たり前じゃねって思うかもしれないんですけど、秀岳館って、学校、寮、グラウンド、全部敷地内にあるんですよ。だから、寮から学校に行くときっていうのは、いちいち門をこう通らなくていいんですよ。もうそのままピュッて行けるんですけど、1、2年生は、裏門から出て、正門前を歩いて行かないといけないですね。帰り。これ1年生だけやったかな。校舎に出た瞬間、寮まで、ダッシュ。冬は寒いからいいんですけど、暑い時期ね、寮着くこれやん。バミッバミ。バミりまくり。バミった状態でユニフォーム着替えるじゃないですか。まあ、気持ち悪い。で、そのまま練習行って準備してって感じなんで。まあ、せめて少し休憩欲しかったな。休憩っていうか、まあ、準備しないといけないから、まあ、それは当たり前のことだったんですけど、まあ、せめてこう、まあ、いいや。もういい。終わったこと。懐かしいっすわ。はい、じゃあ、三つ目。女子と話すの NG。まあ、グレーゾーン、グレーゾーン。一番グレーゾーン。校舎、中庭、校舎。なんかこう繋がってるんですよ、この字で。で、ここから結構見えるんですよ。結構見られてて、うわ、怖えな、みたいな。変な圧を感じたんですけど、でもちょっと矛盾してるのが、先輩から女の子の話をしてくるんですよ。まあ、あるようでないようなもんですね。狙ってる子、先輩が狙ってる子がいたら、変な圧力かけられるんじゃないかなっていうようなことをちょっと感じてました。今思えばね。今あるか、まあ多分もうない。今はない。こういうのない。はい、じゃあ四つ目。兄弟喧嘩。これは伝統というより、まあ自然現象。必ず起きる現象であります。オパが在籍時にも何組か兄弟が、いたんですけど、全員喧嘩してたんじゃないかな。まあ特にオパが1年時の2年生と3年生の先輩兄弟の喧嘩。まあ、迫力がすごかったね。で、先輩のイライラしてるじゃないですか。怖いよね。あの圧。オーラ出るんですよ。ふわーって、オーラ。オーラ、オーラ。次行きます。はい、5つ目。相撲場の呪い。これね、すごいよ。本当にすごい。土俵に入ると、怪我をするっていう変な呪いなんですよ。三塁ベンチの裏に、土俵があって、相撲場があって、たまにこう、練習中にボールが行ったりするんですよね。土俵をこう、またいでこう行っちゃうと、その選手は、ボールが当たったりとか、顔に当たったりとか、ランニングメニューで、捻挫したりとか、土俵に入った選手は必ず怪我をするっていう、変なジンクスがありましたね。で、これも、月の初めに、誰か先生が、ちゃんと塩を持ってこう、あれしてたんですよ。山持ったりとかして、やむを得ず、土俵の上にボールが行った時っていうのは、僕一回行ったかな。靴脱いで、ちゃんとこう、お参りして、それ近接踏んだりとかしたら、みんな怪我するっていう、怖い、怖い呪い。はい、じゃあ最後、6個目、挨拶の仕方。挨拶は、まあ、当たり前じゃないですか。めちゃくちゃ当たり前なこと。けど、まあちょっと、挨拶の仕方が独特というか、寮の多目的ルームとか、食堂、あと、大浴場。早い時に挨拶するんですよ。開けて。失礼します、こんばんは、とか。失礼します、こんにちは、みんな言うんですけれど。もう、バリ適当。だってみんな、
Just drop, just burn。 せんでいいやんっていう、せんでいいやんみたいな感じの挨拶、適当でも頭、just burn っていう、こう頭下げとけばいいっていう、なんか暗黙の了解じゃないけど、挨拶になってこうなるような挨拶でしたね。たまにね、多目的ルームに入るときに、天候の時とか入るときに、こうちょっとピリピリしてるときあるんですよね。で、そういうときは、たまに挨拶いらんから入れってときあるんですよ。入る人っていうのは知らんやんか。その時挨拶したら、キレられる。挨拶いらんって、いらんっていらんって、挨拶いらんみたいな。ちょっと怖いよね。みんなピリピリしてるから。で、その時はもう、連携プレイができるんですよ。連携プレイ。挨拶、シュッシュッって。みんなこう、変な連携プレイができるっていう、変な伝統です。で、あと、チャリに乗っとる時、自転車ね、に乗っとる時に、先輩と遭遇した場合、この時は、いちいち降りて、こんにちはって、めんどくさいね。優しい先輩は、もう、ゆうまにいいよいいよって、降りんでいいよって、もうこんな感じ、こんな感じでね、してくれるんで、ああ、やっぱ優しいな、あの先輩は、って感じだったんですよ。もちろん、オッパも、向こう気づく前に、えいって、オッケーっていうような感じの先輩でした。いい先輩って言いたいだけ。誰も言ってくれんから。他にもあったと思うんですけど、学校と私生活編は以上6個。厳選させていただきました。みんなはどんな伝統がありましたか？次は野球編。おぱぱおぱぱおぱぱおぱきゅおぱおぱおぱきゅきゅきゅののの、きゅおぱぱおぱぱおぱぱおぱきゅおぱおぱおぱきゅきゅきゅののの、きゅ。いさこのくらいで、いさやらなくても、これからさ何曜日でもぐっと増えるかな、シャラララララシャラララオパキュー、シャラララシャラオパキュー、シャラララララシャラララオパキュー、すぐにお腹鳴る、シャラララララシャラララオパキュー、シャラララシャラオパキュー、シャラララララシャラララオパキュー、すぐに眠くなる。チャンネル登録でオパと